つもご視聴いただきありがとうございます。今日はザ・リッツ・カールトン東京の1階にあるカフェ&デリーのスイーツをお土産をご紹介したいと思います。地下鉄側から入って上がっていくとすぐミッドタウンの1階のところにこちらのショップが入っています。とりあえずこんな感じで入り口にチョコがいっぱい並んでいます。オーソドックスなものからユズ、それからスペキュロースやラズベリー、オレンジ、紅茶などいろんなテイストのチョコレートが揃っています。これを一つずつも買うことができますし、こちらのように箱詰めにして買うこともどちらもできます。箱詰めにするとすごい高級感があって素敵な感じになります。そして横には高級板チョコが並んでいます。そのお隣に行きますとケーキのコーナーがあります。シュークリーム、オレンジ、ヘーゼルナッツ、そしてティラミス、パニーユ、クロッカン、ハチミツのチーズ、そしてベリーベリーとチョコレートケーキに、ショートケーキとなってます。下の段に行くと今の季節ならではのマンゴー、そしてホールケーキがあります。お隣に行くとカヌレのコーナーがありました。左からピスタチオ、オレンジ、ラズベリー、そしてこちらはラム酒を注入するタイプのカヌレ、そしてカラフルなチョコレートがけのカヌレもありました。そしてカヌレの横にこんなスペースがあって入っていきますと、こちらはジュース、それからパンのコーナーがあります。フランクフルト入りのパンやチーズ入りのパン、それから野菜の、デニッシュ、フォカッチャ、そしてクッキーが並んでいます。クッキーもいろんな種類があります。そしてジャムもあります。クロワッサンに、チョコクロワッサン、それから食パン系、そしてマフィンですね。このマフィンも結構美味しくてお気に入りです。上の段に行くと、紅茶が並んでいます。そしてこちらのスペースの横の方にはお酒が売ってあって、ラム一重百千万と数えてしまいましたが16万5千円。そしてお隣にもお酒のコーナー、お部屋に用意されてたワインやシャンパンもあります。下の段がパールチョコレート、いろんな味が揃っていて、その下焼き菓子になっています。さらにその下がバームクーヘン、大きなバームクーヘンが箱入りで売ってます。こちらの焼き菓子はルームサービス頼んだら一緒にサービスでついてきました。そしてまたお隣がお酒のコーナーになっていて、これもピンクのやつもお部屋にありましたが、全然わかんない、なんかコニャックとかスピリッツとか書いてました。あとはスライスのチョコレート、あとボトルのセットもあります。そしてその隣にはリッツカールトンのライオンちゃんが、あ、これオリンピックだからかな、この衣装今気づいたの、ライオンちゃんがいます。他にはアロマディフューザーやアロマキャンドルなどもお土産として用意されています。というわけでこちらでいろいろ購入させていただきました。こちらの袋が以前は茶色でしたが、今は水色と黒の組み合わせで、今の方が個人的には好きです。クッキーもリボンをつけて1個ずつ包装してくれました。クッキーはココアとチョコのやつと、あとはチーズ、それから、フロランタンを購入しました。こちらのチョコのやつはめっちゃ美味しかった。なんかね、ココアとチョコ感がすごいありつつ、でもなんかこう口にボソボソ残らないで、すごく食べやすくて濃厚で美味しかったです。で、お次がチーズなんですけども、こちらはパイ生地のサクサクした感じにチーズが乗っていて、お酒のおつまみとかにすごく良さそうなクッキーになってました。そしてお次がフロランタンになります。個人的にフロランタンが好きなのでつい買ってしまいましたが、よく見たらオレンジピールって書いてて、そういうのは入ってない方が良かったですなフロランタンになってます。でも
ドライフルーツ平気な人にはめっちゃおすすめです。この色合いが本当可愛いですよね。これ本当に1個だけでもなんかお土産にあげたら喜ばれそうな華やかさがあります。続いてパンがあります。パン何個か買ったんですが、まずはチョコレートマフィン。こちらはザ・タワーだっけ、45階のレストランの朝食なんかでは出てくるんですけども、美味しかった記憶があるので購入しました。そして左側は、チョリソー入りのクロックムッシュになっています。結構辛いのが好きなので購入してみました。あとまた明日帰る時にパンをいくつか持って帰れるようにお願いしてあります。そしてお部屋に備え付けのメモもこうやって今水色と黒のカラーになっていてすごい可愛いです。今編集してるのがこれ全部食べた後ですけど、この中では左側のココアとチョコのクッキーが一押しになってます。そしてチョコレートも買いました。こちらは缶に入ったチョコレートの詰め合わせ、そしてオーソドックスなチョコレートを、4つ購入しました。自分用なので1つずつ袋に入れてもらってます。そして手前のこの黒と白のチョコレートはお部屋のターンダウンの時に枕元に用意されていたお休み前のチョコレートになってます。次が帰る時にお願いしていたパンになります。ホテルブレッドがちょっと袋から出したら上がちょっと潰れていてショックだったのですが、あとは左側からコーンと枝豆のフォカッチャ、そして先ほどご紹介したチョリソーのクロックムッシュとチョコレートマフィンになります。フォカッチャは思ったよりも薄味だったので何かと一緒に食べるのにおすすめな感じになってます。そしてチョリソーのクロックムッシュもそんなに辛くなかったので全然辛いのが苦手な方でも食べれると思います。マフィンはチョコチップが入ってチョコ感があってとっても美味しかったです。実はこのホテルブレッドをどうしようかなと思って、もちろんこのままでも食べられるんですけども、上にパンが乗っていて上の方が潰れていてお店で私が見たものとちょっと違ったので、どうしてほしいとかも定まらぬままリッツ・カールトンに電話してみたんですけども、そしたらなんと家まで新しいものを届けに来てくれました。そしてこちらのバームクーヘンも一緒に届けてくださいました。というわけでこちらのバームクーヘンの方も見ていきたいと思います。とりあえず箱がかっこいい、そして結構日持ちもするのでお土産とかにも向いてるかなと思います。それではオープンしていきたいと思います。このね、パンを家まで届けてくれた話をしたらみんなでもう超びっくりしてて一律にみんな同じ反応してました。え？家まで？みたいな。で、すげえな、リッツ・カールトンってみんな同じこと言ってました。オープン！じゃーん！こんな感じで大きなバームクーヘンが入っております。リッツ・カールトンのシールが高級感を醸し出してます。取り出してみます。これね結構ねずっしり結構重さがあるバームクーヘンになります。厚みも結構あるでしょう。どうだ5センチくらいなのかな。はい、結構大きなバームクーヘンになってます。こんな感じですごい綺麗なバームクーヘンです。それではこちらを開封していきたいと思います。今これから開封するんですが、左手にエルちゃんがスタンバっております。エルちゃんもバームクーヘンをもらえると思って横で一個に待ってます。
どこから切るか迷うけど切っていきます。めっちゃ美味しそう。ちょうどめいっ子とおいっ子が来てたのでみんなでいただきたいと思います。この赤いのは何？いいよ。かわいいか、おいしい、おいしい、おいしい人、はーい、おいしい人。今日はザ・リッツ・カールトン東京の、カフェ&デリで購入したパンやクッキーのご紹介をしました。子供から大人までみんな美味しく食べられるものが揃っています。いかがでしたでしょうか。ぜひあのショップは入りやすいと思うので行ってみてください。今日もご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。